南東はニュージーランドの島。北島と共にニュージーランドを構成する。マオリゴでデワイポーナム。面積は15万737平方キロメートルで世界12位の大きさの島。西海岸に沿って南アルプス山脈がありクック山が最高峰である。19世紀の地図の中にはミドル島やニューアルスターとされている地図もあり、南東は 現在のスチュアート島のことを意味していた。南東はしばしばメインランドと呼ばれる。理由として北島より大きい面積であるが、もう一つの理由としてマオリの伝説に由来している。人口は約120万人でニュージーランド全体の4分の1に過ぎないため人口密度は低い。そのため手付け数の大自然が残っており、世界各地から 観光客を集めている。北島の住民の中には南東を一つの町であるかのように考える人もいる。南東で起こった出来事を都市や町を特定せずにダウンサウスと表現することもある。南東には7つの地方区分がある。ニュージーランド全体の行政区画についてはニュージーランドの地方行政区画を参照。地方区分南東の主要な大学にはリンカーン大学。 カンタベリー大学、オタゴ大学がある。ありがとうございます。